ただの事故にしちゃう。やけに警戒が厳重だな。ニュースに映った AI ロボットが気になって来たけど、来て正解だったかも。分かってるって。まずはセンサーを強化してる装置を解除すればいいんでしょ。私のデータにはないが、お前も仮面ライダーなのか。わっ、どこから。次から次へと油断がならぬ。次から次って、俺の他にも。たわいもない。しかし計画を急がねばならんな。俺の名前は左翔太郎。フートにある鳴海探偵事務所の探偵だ。数々の怪事件を相棒と解決。今じゃ警察の手に負えない事件専門とまで言われてる。俺たちはこれまで相棒と共にガイアメモリを使って数々のドーパントという怪人を倒した。そう、俺と相棒のフィリップが二人で一人の仮面ライダーダブルさ。そんな俺たちが巻き込まれたあの忌まわしい大事件は、大事故で封鎖されたエネルギー研究の島セクターシティの港から始まる。くそ、何なんだよここは。事故の後全島封鎖されて復旧作業を進めているって話だったが、とんでもねえ。港は監視カメラやセンサーだらけ。おまけに見たくない文字が書かれた機械兵士か。これはいろいろと調べてみる必要があるな。お前ら、この島を調べてくれ。今は少しでも情報が欲しい。この島に俺を導いたメールにはたった一言、アイダ博士を探して、そう書かれていた。メールには他に何桁もの数字があった。それはある場所を表す座標だった。その座標がこの事故で封鎖された島セクターシティの港湾セクター、つまりここってわけだ。しまった。一体この島はどうなってるんだ。いや、考えるより先にまずはこのピンチを乗り切ることが先だな。変身サイクロンジョーカー。
どんどん行くぜ。ブランディング。
座標の地点まであともう少し。どうやらあそこだな。何をこそこそ嗅ぎ回ってる。おっ、なんだこの怪物。何の騒ぎかと思って見に来てみれば、ただの虫けらか。探偵らしく決めたかったが、やるしかねえか。せ、相棒変身サイクロンジョーカここはセクターシティ、市街セクターです。市街セクター?どうやってここまで?私は、あのピンチから逃げるために、ここまで緊急転送しただけです。そうか、緊急転…まあ、とにかく助けられたってわけだな。礼を言うぜ。と、落としたガイアメモリは?メモリは転送中に分散してしまいました。しょうがねえか。で、お前は何なんだ。はい、私はナビゲート AI のアイと申します。俺はフートから来た探偵の左翔太郎だ。なあ、この島は一体どうしたんだ。ここはセクターシティ。島中からあふれ出る未知の高エネルギー、コアエナジーを開発、研究し、活用することで発展した島です。先日、実験の失敗による事故で島は封鎖され、それからあの怪物たちが現れ始めたんです。なぜこうなったのか、私にはさっぱり。そうか。ところでアイ、この島に来た人物でアイダ博士って知ってるか?アイダ博士、聞いたことがあるような。調べてみます。事故が起きた実験のリスト名簿に名前がありますね。しかし避難者のリストにはありません。俺はそのアイダ博士を探す依頼でこの島に来たんだ。捜索に協力してくれるか。私もこの島の平和を取り戻す必要があります。協力を依頼してもよろしいでしょうか。ああ、もちろんさ。受けたぜ、その依頼。そうとなったら、まずは情報収集が先決だ。手元に残ったこの電電センサーで。あれ?マジかよ。壊れてやがる。部品の故障ですね。替えがあれば直せそうです。そうか。ならまず部品探しから始めるか。でも、このビルの外にもたくさんの怪物がいます。自由に探し回るわけにも。そうか。ガイアメモリもなくしちまったし、他に何か。転送されたようですね。切り札は今回も俺のところに来るようだぜ。ジョーカー変身。
そこから市街フィールドへ出られます。怪物たちが日に日に増えています。完全に占領されちまってるってわけか。これも修理に使えそうです。でもまだ足りない部品がありますね。敵の反応が複数あります。注意してください。完了しました。無事に治ってくれたか。助かるぜ。その電電センサーはどのような機能があるのですか？こいつには高性能センサーがついてる。チェックして回れば謎もすぐに解明さ。しかし現在島は全面封鎖状態。敵も多数います。怪物たちを倒して封鎖を解除しながら進んでいく必要がありますね。マジかよ。そういや、ここの責任者は今何をやってるんだ？責任者、ここの指揮をしていたゼウス博士とは事故以来連絡が途切れていた。じゃあそのゼウス博士も探す必要があるってわけだ。どういう人物？職員の話によると変わり者という分類になるそうです。頭はボサボサ、どのきついメガネをかけ、話しかけてもにやりと笑うだけという評価でした。そうか、責任者の割に偉い言われようかな。
コアエナジーの実用化はほとんどが彼の功績です。科学者としての評価は最高で尊敬されていました。アイダ博士の捜索以来にゼウス博士の失踪、この島では一体何が起きているんだ。まずは電電センサーで調べて回ろうぜ。バッドショット、ここまで来ていたのか。写真の方は目ぼしい手がかりはなしか。なら
ものを見つけましたね。手がかりといえば、あのビルにあるかもしれません。ビジターセンター、この島を訪れたゲストが最初に行って ID 登録する施設です。なるほど、誰もが必ず一度は寄るってことだ。うまくいけば知りたい ID の行動もキャッチできるかもしれません。そうすれば愛田博士の行動を終える。よし、これで決まりだ。行くとしようぜ。こいつは厳重に封鎖されてるな。ここからは入れませんね。地下駐車場の方にも入り口があります。よし、そっちを当たってみよう。せここも封鎖されてるか。しかしこのゲートの封鎖はセキュリティレベルによるものです。セキュリティレベル。セキュリティレベルはセクター内の警戒の度合いを表す数値です。低下するほど各所のゲートが開放されていきます。現在は全セクター最高レベル、全面封鎖状態です。そいつを下げればこのゲートも開くってわけ。セキュリティレベルを下げる方法は、要するに敵をぶっ倒せばいいんだろ。はい。
もセキュリティレベルで封鎖されてやがる。さて、レベルを下げるためには。地下駐車場の奥の方に敵の反応があります。よし、行ってみるか。くそ、陥没していて先に進めねえ。誰がこんなことを。なあ、アイ。陥没の向こうへ行くのに何かいい手はねえか。お役に立てるか分かりませんが、先ほどそのジョーカーメモリに似た反応がありましたよ。な、本当か？それを早く言えよ。電電センサーで調べてみるか。電電センサーで何か分かるかもしれません。電電センサーを使ってみましょう。なら これはサイクロンメモリー。こいつがあれば仮面ライダーダブルになれる。仮面ライダーダブル、フートを救ったという、あの、なんだ、知ってたのか。なんでそんなこと。すみません、なぜ知っているのか思い出せません。なぜこいつがダブルのことを知ってやがるんだ。これでよしっと。さあ頼んだぜ。あとは変身を解いて反応を待つだけさ。変身！サイクロンジョーカー！ようやくだぜ。いや、翔太郎、元気そうで何よりだよ。よう、フィリッペ、俺もお前のところに届け物が届いて何よりだ。翔太郎さん、その声はもしかして。ああ、紹介するよ。こいつが相棒のフィリッペ。よろしく頼むよ。君はアイって言うんだね。はい、アイと申します。このセクターシティのナビゲート AI です。ナビゲート AI、 なるほど、それで愛なんだね。おいおい、ダジャレかよ。翔太郎さん、敵の反応は。おっと、そうだった。フィリップ、詳しい話は後にするぜ。やれやれ、相変わらず大騒ぎだね。やはり財団 X か。あの敵を倒せばセキュリティレベルが下がりそうです。はっ、
どうだ。翔太郎、今回も大事件のようだね。まずは君が知っている情報を全て教えてもらおうか。ああ、話さなきゃならないことが山ほどある。なるほど。謎の怪物、コアエナジー、事故に巻き込まれたアイダ博士、そして姿を消したゼウス博士か。実に興味深い。お前から見て何か分かったことはあるか。状況から考えて財団 X が関係しているかもしれないね。この愛という AI のことも僕たちは知らなすぎる。翔太郎、君は愛のことをどれだけ知ってるんだ。信用していい存在なのかな。そりゃお前、探偵の勘が愛を信じろって言ってるんだよ。探偵の勘ね。おい愛、なんか言ってやってもいいんだぜ。私はただのナビゲート AI ですから。すごい炎だな。先はどうなってるんだ。炎は全く燃え尽きる気配がない。ただの火事ではなさそうだよ。火事も気になりますが、先ほどの敵の撃破でビジターセンターの入り口が解放されました。そうか、アイダ博士の足取りが知りたい。すぐに行こう。ここからビジターセンターになります。どうだフィリップ、万事順調じゃねえか。とにかく先を急ごうぜ。行くぜ。案外近くに手がかりがあるかもしれねえ。探してみるか。電電センサーで何かわかるかもしれません。電電センサーを使ってみましょう。
よし、で進めるぜ。ドアがロックされています。解除する方法を探しましょう。電電センサーで何かわかるかもしれません。電源センサーを使ってみましょう。
知れません。試してみる価値はあった。よっしゃ、リンゴだぜ。先を急ぎましょう。この部屋から反応があります。誰かいる？敵か？ナスカ、久しぶりだな、仮面ライダー。お前が探しているのはこのガイアメモリかな？まさかお前キリシコなのか？翔太郎さん、その方とお知り合いなのですか？ナスカは、園崎キリヒコは、俺と同じ、フートを愛した奴だ。だけど、彼は死んだはずだ。その方から、強力なコアエナジー反応が出ています。なあ、本当にキリヒコなのか？何か言ってくれよ。私は死んだ人間だ。今さら何かを言うつもりはない。私がするべきことはただお前と戦うことだけだ。戦うしかねえのかよ。
ギュフ。決着をつけなくてはな。割らせてもらうよ。おら。エクストリーム。どうだ。やはり強いな。だがこれでいい。お前まさかわざと。なんでそんなこと。これでいいんだ。どういうことだよ桐彦。説明する時間はないようだ。私に一つだけ教えてくれ。フートの風は今も変わらないか。ああ、あんたが生きていた頃と全く変わってないぜ。そうか。よかった。お前を信じ、フートを託して。本当に良かった。キリヒコ！翔太郎。翔太郎さん。はい。さっきナスカからコアエナジー反応が出てるって言ってたな。はい、とても高い数値のコアエナジー反応が出ていました。フィリップ、お前どう思う。財団 X を思わせる X の文字、倒したはずのドーパントの復活、そしてコアエナジーの研究、実に興味深いね。相棒、俺もこの街の風が助けてくれと叫んでいるように聞こえるぜ。この町には大きな裏がありそうだ。はい、君も本当にナビゲート AI なのか。これまでの愛を見て怪しいところは何もねえ。それに愛は依頼人だ。依頼人に疑いの目を向けるのは探偵のやることじゃねえ。そんなことじゃ愛だって俺を信頼してくれるわけがねえ。それが俺のやり方だ。君ってやつは信頼。とにかくこれまで通り俺は愛を信じる。これからもよろしくな。はい。はい、信頼に応えられるよう頑張ります。ヒートメモリも手元に戻った。今はとにかく先に進むしかねえな。この近くにゲスト ID 登録の端末があります。そこでアイダ博士の ID を調べましょう。
ゲスト ID データにアクセス。アイダ博士の ID を見つけました。アイダ博士の ID は事故の1週間前に登録されていますね。 ID クラスは最上位の VIP です。1週間前、ずいぶん早くから来たんだな。しかも VIP。 滞在中、車に乗っていた記録があります。その車は今も地下駐車場にあるようですね。車か。カーナビを調べれば博士がどこに行ったかわかるかもしれない。よし、次はその車を当たろう。この辺りだ。まだ燃え続けてやがるな。電電センサーでも炎の反応しか見えねえ。慎重に行くしかねえな。まずはヒートメモリの力でこの炎を突っ切るぜ。やれやれ、翔太郎の慎重には当てになりそうもないけど、とりあえず先に進めたしようか。一言多いんだよ。ドーパント。はい、このドーパントの反応に気づけなかったのかい。すみません、まさかこんな敵の反応だったとは。早く倒さねえと何もかも焼き尽くされちまうぜ。行くぞ。
まだ炎が残ってやがる。早くアイダ博士の車を探さねえとな。セクターってのは浄水セクターは水質を管理するセクターです。なぜそんな場所に。気になるのは今すぐにでも行きたいところだが、その前にこの市街セクターを解放しなければ他のセクターへの移動は不可能です。そう来ると思ったぜ。セキュリティレベルを下げろだろ。こうしてまた家族が揃う時が来るとは実に喜ばしい。私も同じ気持ちだわ、お父様。ねえお父様、この島には今仮面ライダーダブルもいると聞いたわ。ああ私も聞いているよ。ライトとそのお友達も招いてパーティーと行きたいところだ。家族でお楽しみのところ失礼するよ。おお、わざわざ出向いてくるなんて珍しい。あなた方の様子を見に来たのだが調子はいかが。すこぶ調子がいい。それはよかった。家族とも楽しんでいるようだ。さて、それで君はそんなことを言うためだけに私たちのところに来たの。さすがに鋭いですな。今この島で仮面ライダーが暴れ回っている。このままでは計画に支障が出そうでね。排除するためにあなた方の力を借りたい。なるほど。ちょうど彼らをパーティーに招こうと話していたところだよ。蘇ったからには何としても園崎家の悲願であるガイアインパクトを起こさなくてはならない。そのためにライトの協力も得たいところなの。
なるほど。あのガイアインパクト、それは実に素晴らしい。良い結果を期待していますよ。おっと、また敵か。ん？何してるんだあいつら。あのケースの中から翔太郎さんのガイアメモリと似た反応が出ています。なんだと。奪われてたまるか。行くぞ。せおら、行くぜ。順調にメモリを手に入れたぜ。これも愛のおかげだ。皆さんの信頼に応えることができて嬉しいです。あいつら、こいつをどこかに運ぼうとしていたな。どこへ、何のために運ぼうとしていたんだ。復活しているドーパント、そして彼らから出ているコアエナジー反応。この事件の首謀者はガイアメモリとコアエナジーを利用して何か企んでいるのかもしれない。チッ、そのために俺たちのガイアメモリまで利用させるわけにはいかねえ。あとはトリガーとルナだ。はい、ガイアメモリの反応も見つけたらすぐ知らせてくれ。わかりました、お任せください。あの大きなゲートの向こうが公安席。はい、現在は封鎖されています。先ほどの戦闘で第一連絡路方面のゲートは開放されました。今はとにかくセキュリティレベルを下げるのが先だ。そっちに行くしかねえな。ブランディング。
翔太郎さん、フィリップさん、お二人に報告があります。この通路の先に大きな敵反応を発見しました。なんだ、またかよ。反応が大きいってことは強敵ってわけだ。はい、それとその敵は高いセキュリティレベルを持っています。その敵を倒せばこのセクターのセキュリティレベルは一気に低下します。セキュリティレベルが一気に低下か。ってことはようやくこの市街セクターが解放できて他のセクターに進めるというわけだね。その通りです。そういうことなら行くしかねえな。フィリップ、それでいいか？もちろんさ。僕も早くこの島について知りたいところだよ。よし、わかった。はい、その時までの案内を頼む。了解しました。それでは案内を開始します。やれるもんなら止めてみな。どうだ。やれるもんなら止めてみな。
きなコアエナジー反応が接近しています。ミック、そんなはずは。翔太郎、今は戦うしかないようだ。フィリップ、行くぜ。なあフィリップ、こいつは。もちろんミックじゃなかった。僕にはわかる。そうか、そいつは良かったぜ。でも強さは確かに以前戦ったスミロドンと同等だった。誰かが復活させているってことか。とにかく先に進んで謎を確かめるしかねえか。ああ、僕たちの手で謎を解明しよう。セキュリティレベルの低下を確認。市街セクターが解放されました。そしてこの島にはあと9つのセクターがあります。この調子で頑張っていきましょう。
やれやれ、これだけやってやっと一つか。このすぐ先には浄水セクターのゲートがあります。アイダ博士が言ったもう一つのセクターだ。よし、じゃあ先にそっちに行ってみるか。されてるじゃねえか。これは音声認証によるロックですね。一定以上の階級、権限がある人の音声によって解除できるロックです。音声使えそうなガジェットを持ってたんだが、あいにく出払っちまっててな。もう少し先にある森林セクターの方はロックが解除されているようです。そうか、まずはそこに行ってみるか。では、先に進みましょう。あれは？翔太郎さん、フィリップさん、どうかされましたか？行きますよ。
が新しいセクターか。はい、ここからは森林セクターになります。このセクターは植物に対するホアエナジー活用の研究セクターです。ホアエナジーを供給することで、あっという間にこのセクターを埋め尽くす深い森になりました。このセクター全部が森なのか。こりゃ調査も骨が折れそうだぜ。なあフィリップ。翔太郎、愛に X の文字が刻まれていることに気づいたか。そんな、いや、愛は財団 X と関係がある可能性がある。今は少しでも情報が欲しい。気づかないふりをするのが得策だろうね。これまでの愛を見てると悪い奴には見えねえ。俺は愛を信じる。だから今回ばかりは俺との相乗りに付き合ってくれ。翔太郎、お二人ともお気をつけください。この先に強大なコアエナジー反応が2つあります。さらに強力な敵のお出ましってわけか。探す手間が省けるってもんだぜ。セキュリティレベルを下げるチャンスだ。行くぜフィリップ。やるしかねえか。反応のあったポイントか。敵らしいものは見当たらないね。そんなはずはありません。センサーには確かに。おやおや、仮面ライダーがいると聞いたけど。なんだ、オーズじゃねえのか。僕たちの探し物の邪魔だから消えてもらうよ。お前らはドーパントじゃねえのか。よくわからねえが、二人まとめて相手してやるよ。へえ、お前なかなか言うね。2対1で勝てると思ってるのかい。足し算すらできないようだな。俺たちは二人で一人の仮面ライダーだ。ただの足し算ではないことを証明してあげよう。
よし。バカな、数で勝っているはずなのに、なぜ？こんなの聞いてた話と違う。話？おい、どういうことだそれ。君に話すようなことじゃないさ。君にはね、メダルも一枚失ってしまったし、僕は引かせてもらうよ。カザリ、何のんきなこと言ってるんだ。早くメダルを取り返さねえと。そうか、力はすぐに取り戻せるんだったな。待て、やつらだな。絶体絶命ってわけか。これ小雨だ。なんでこのメダルがここに。しまった。一気にいろんなことが起こって何が何だかよくわからないけど、やるしかないよな。変身！さあかかってこい。あれ、その二色半分かの姿はダブル？ああ、その上下に三色の姿。どうぞ。俺たちはちょっと人探しでここに来たんだが、そっちはどんな理由で？ああ、俺は鴻上ファウンデーションから調査を依頼されてここに来たんだ。でも入るなり変な機械に追いかけられて大変だったよ。君は確か変身に使うメダルをなくしてるんじゃなかったかな。そうそう、それがさっきこのコアメダルを拾って変身できちゃったんだ。そのメダルからコアエナジー反応が出ています。そうそう、ちょっと色とか違うんだよね。って、君、誰？私はアイ、この島のナビゲート AI です。 AI か。俺は仮面ライダーオーズだよ。仮面ライダーオーズ、欲望の怪人
ブリードを倒した。私たちと一緒にこの島の危機を助けていただけますか？君が助けを求めるなら俺は必ずそれに応えるよ。ありがとうございます。メダルから高エナジー反応か。島もこうなってからそれほど時間は経ってない。つまりメダルは最近できたものではない可能性があるね。おい、そんなもん使って大丈夫か？いつもと同じっていうか調子いいくらいかも。そうだ、ここに来てすぐこれを見つけたんだけど、これはダブルのガジェットじゃないかな。フロッグポッド。こいつは高性能マイクに録音再生機能がついている。役に立つガジェットだ。サンキューオーズ。ここは俺に任せろ。ここは俺に任せろ。さあ、お前の罪を数えろ。翔太郎さん、そっちは頼むよ。ああ、任しとけ。大勢ここでおとなしくしてな。いい感じだね。どうだ、ここは俺に任せろ。電源センサーを使ってみましょう。いつなら。Thank you.
はい、この辺に反応はないか。それかオーズのメダルに似た反応とか。今のところその類の反応はありませんが。なんだ今の音は。かなり遠くから聞こえたね。詳しい場所がわからないと危険だ。まずはバッドショットに偵察させよう。ああ、そうだな。さあ、頼んだぜ。バッドショット、帰ってきたか。どれだね。なんだ、ブレててよくわからねえな。写真データから撮影された場所がわかりますね。それによると撮影場所はこの奥のようです。そうか、よし行ってみよう。行くぜ。翔太郎さん、そっちは頼むよ。任しとけ、オズ。写真の座標はこの辺りだが、何もねえな。フロッグポットのマイク感度を上げれば、さっきの音の出所を特定できるかもしれない。なるほど、やってみるか。座標音を探しましょう。残響音がまだ残ってる。残響音を解析すれば、同じ波形の発信源をある程度特定できるかもしれない。そいつをたどれば音の主を追跡することができそうだな。頼むよ。任しとけ、オズ。
どうだ。目標の座標を送ります。そいつはトライセラトップスドーパントだ。噛まれたらひとたまりもないぞ。噛まれたらっていうか食べられるレベルでしょこれ。はい、ここまで巨大な敵、君なら探知できたろ。また気づかなかったのかい。ごめんなさい、まさかこんな相手だとは。君のセンサーは故障しているんじゃないかな。少し見せてもらうよ。フィリップさん大丈夫？ちょっと驚いたけど、二人がいれば俺平気だし。ああ、俺たち三人ならこんなの余裕だなあ。オズ、もちろん、さっさとやっつけて先へ急ごう。メダルが落ちてる。倒したやつはグリードでもヤミーでもないのに、なんでだろう。ああ、あいつはでかいが確かにドーパントだった。セルメダルってのとは関係ないはずだな。はい、すまないが、僕はやっぱり君を素直に信じることはできない。フィリップさん、君に施された X の刻印、翔太郎とのできすぎた出会い、そしてナビゲーション AI という今の僕たちにおあつらい向きの存在、どうしても何者かに誘い込まれてるような気がするんだ。おいフィリップ、いい加減にしろ。ちょっと二人とも喧嘩はやめましょうよね。お二人は私も敵の仲間じゃないかと言い争っているのですね。うん、そうみたいだね。私の生まれたセクターシティがなぜこうなってしまったのか分かりません。でも今ここが怪物だらけなのは確かですから、セクターシティにいた私が疑われるのは当然ですよね。この街で今何が起きてるのかは分からないけど、
君は絶対奴らの仲間じゃないって俺は信じるよ。オーズさん、もし君が悪い奴の仲間だったとしても君が助けを求める限り絶対に助けるよ。オーズさんはとても優しいお方なのですね。俺だけじゃないよ。翔太郎さんはもちろん、フィリップさんも本当はとても優しいよ。きっと同じ行動をとる。俺わかるんだ。だから俺たちを信じてみてよ。はい、信じてみようと思います。ライドベンダー、セクターシティにもあったのか。